はい、皆さんこんにちは。コミュニティ宮城です。金子です。今回はスペシャルコラボ企画、スペシャルゲストは RY さんです。お久しぶりです。久しぶりです。腕時計のある人生という YouTube をしております、 RY と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、もう皆様ね、コミット TV 見てる方は絶対もう見てるだろうと、どうですかね、いうぐらいね、超有名になっていますけどね、 RY さんね。視聴回数が半端ない。いやいやいや、とんでもないです。登録者数ももうそろそろ8万人、今7万7千人ですね。すごいですね。久々にちょっとコラボということでね、はい、今回のコラボ内容に関しては、うん、RY の時計は今いくらなのかっていうのをねちょっとやりたいかなと思いますのでね、はい、皆様ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。本当にね、久々のコラボ企画ということで、うん、はい、前回この3人ではね、うん、YouTube ライブでヴィンテージのね、ロレックスについてね、うん、配信させていただいたんですけれども、はい、10ヶ月前ぐらいですかね。もうそんなになりますか。なりますね。あっという間ですね。あっという間、つい最近やったような感じもありますけど、ね、うん、本当そうですね。そこからね、うん、いろいろ、まあ、RY さんも結婚されたりとか、はい、そうですね。結婚されたそうですよ。結婚しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、人生の変化がいろいろ起きてる。本当ですよ。でも船乗ってる期間はすごい長いんですよ、はい、そうですね、年の半分は船乗ってますからね。どういう、まあいろいろあってですよ。ちょっと言えないですけど、ね、まあいろいろあって、ちゃんとデートとかできた。もちろんです、はい。まあまあなスピード婚だと思います、ね、まあまあ早かったですね。もうこの人だと思いましたから。あ、そう、素晴らしい、素晴らしい。結婚したてのウハウハなね、はい、顔にやけてますけど。今回まあ時計をね、はい、まあ持ってきていただいておりまして、2年前にですね、実は僕と RY さんがもうほぼ初めてぐらいの時かな、うん、コラボした時に、はい、もう1回 RY さんのね時計を、まあその時も査定というかね、うん、はい、金額ちょっとお出ししてて、そのモデルも今回含まれているのでね、はい、実際2年前からどれだけ変わってるのか、はい、あとね、新しく今回持ってきていただいたモデルを金子さんにね査定してもらって、で RY さんまた予想してもらって、ちょっと答え合わせなんかもね、はい、できたら面白いかなと思いますんでね。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあね、まず早速、RY さん今日持ってきていただいた時計を、まあ、ちょっと簡単にね、はい、ご紹介してもらえたらと思います。はい、します。まあ、もう知ってる方も多いかと思うんですけどね。はい、私のケースに入れてるのが4本ですね。はい、1本空欄が空いているのは、これ今私の腕につけてる 44GS と、はい、あとはね、もらい物でカーレフ・ブヘラのバイコンパックスというモデルもあるんですけども、はい、まあ、それは今ちょっと家に置いてるんですが、はい、この5本で査定していただこうと思ったのが4本ですね。はい、はい、まず一番こっち左側がですね、うん、マシロ・コンスタンタンのオーバーシーズですね。はい、ブルー文字盤になっています。はい、でそれからサブマリーナーの114060かな。はい、はい、それからナビタイマーの A22332 ですね。はい、あとは、オメガのシーマスターダイバー 300M のセドナゴールドのコンビモデルですね。うん、はい、こちらの4本と、はい、やってます。いいラインナップですね。左2本ね、オバシサマリーナはそれこそ2年前にね、うん、やってますので、今どのぐらい変化したのかっていうのをね、ちょっと見てみたいかなと。楽しみですね。楽しみですね。はい、で残りの2本がね、今回初めて査定させていただいてね、2つになるかと。はい、どうですか、ちょっと気持ち的には。いや、もうね、この1年間結構乱高下したんじゃないですか。まあ、この2年間が、ね、わーっと上がってバーンと今落ち着いてきてるっていうところで、はいはいはい、結構ね、想像難しいですよね。じゃあそのあたりもね、しっかり金子さんに見てもらおうかなと思いますね。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあまずは、1本目オメガからですね、ちょっと予想の方をお書きいただければと思います。はい、はい、失礼します。はい、じゃあオメガシーマスターダイバー 300M、はい、セドナゴールドのコンビモですね。はい、私の予想は、さあ予想、じゃん、こちら50万円。おお、50万円。どうかな。はい、いや、いい線ついてんじゃないですか。あ、ですか。おお、いい線いってますよ。このモデルあれですよね、出回りやっぱ少ないですね。うん、中古市場でも数がないのかなと。おお、なるほど。でね、結構いい価格が出せそうなんで、はい、そうなんですね。いきますね。はい、ハードル上げますね。役者ですね。いきますよ。はい、はい、じゃん、55万円。おお、いいですね。はい、中古だったら
大体70万円台、はい、今日で販売はしている商品なんですけども、うんまあ、人気があって出回りがないので、はいまあ、買い取り価格も結構いい値段になっています。おー、いいですね、はい、いいですね。僕が購入した価格がほぼこれぐらいなんですね。58万円とかになってる、変わってないというかその価値が維持されてる、ほぼいい、そうですね、いいですね、はい、おー、いいですね、まあ、売るつもりはないんですけどねはい、ありがとうございます。それでは続いて2本目、フライトリングのナビタイマー、はい、はい、じゃあこちらの査定金額の予想を、はい、お願いいたします。はい、じゃあこちらです、はい、じゃん、25万円。25万円、結構控えめじゃないですか。おお、そうっすかね。まあ、結構ね、古いんでね、はいはい、結構何世代も前のモデルなんで、うん、割とちょっと低めかな、引っ越されて出してたつもりですね。結構使ってるんですか、やっぱり。まあそうですね、ぼちぼち使ってますね。うん、まあ、見させていただいたんですけど、状態すごく良いと思いました。なるほど。では、金子さん、答えをお願いいたします。はい、買い取り金額は、はい、ズバリ、ズバリ33万円。おお、33万円。刻みましたね。リアルだな、はい、超定番モデルでありますので、はい、すごく人気があって相場も安定しています。なるほど、はい、中古市場でもいい動きなので、はい、こちらモデルにつきます。おー、なるほどですね。やっぱりブランドの顔となるようなモデルが、ね、あるモデル安定してるんでしょうね。なるほど、まあアイコニックな時計ですしね。そうですね、長年変わらないし、はい、今のところ2本ともね、予想のところよりは、はい、まあ、つけられてるということで僕らも少し安心してます逆にこの逆のパターンが一番なるほどなるほど、引くみたいに思われたんで、ちょっと強めで出そうかなじゃあ続いてね、3本目、まああと4本目ということで、はい、この残りの2つ、サブマリーナとオーバーシーズに関しましては2年前の価格出してますので、はい、まず2年前にやらせていただいた金額を先にご紹介します、はい、じゃん、2年前はですね、ROI さんのサブマリーナ110万円、で、オーバーシーズは270万円で金額はお出しさせていただいてました。これ買取金額ですね。おー、はい、なるほど。さあ、この2年間でどうなったか、はい、まあ、もちろん2年間ね、ROI さんもちゃんと使われていたものにはなりますので、はい、まあ、そのあたりも加味してね、なるほど、どのような金額がつくのかっていうのは、はい、この2年間の使用分も考えるってことですね。もちろんそうですね。なるほど、はい、そっか。じゃあまずはサブマリーナからいきましょうか、はい、サブマリーナね、わ、はい、かりました。まあ、この2年間で相場ドーンと上がって、はい、で相場とまあ、いやでもね、むずいな、使ったってことも加味してですけど、はい、これでいこうかな、いきますよ。はい、じゃあお願いします。こちら、じゃん、120万円。いや結構ね、僕強気で言ったから、まあ、このね、前回110万円だったタイミングから、2年間しっかり使って、でも上がってるであろうと、予想をしてくださいました。多分ね、2年前よりは若干全体の相場が高くなってるぐらいかなっていう気がするんですよね。なるほど。では、金子さん、はい、いきます。はい、お願いいたします。本当直近そうだね、はい、はい、これ2016年のギャランティーの問題ありますね。そう、はい、まあ、そのあたりもちろん製造年によってはね、変わってきますので、うん、あくまでね、ROI さんの個体での一応査定額にはなりますけれども、そうですね、はい、もう6年半ぐらい使ってるんで、うん、まあまあ使ってますね、使ってますよ、はい、いいですね、いきます。はい、なん120万円。おお、ぴったりしょう。ぴったりしょう。本当ですか。ね、おお、すごい。あ、嬉しい、うん。ここ直近で相場の下がりがあったんですけど、はい、またちょっと戻ってきたっていうところもあるので、そうなんですね。この値段だと。ただ去年のね、一番高い時っていうのはもっと全然上の。そうなんですか。正直お値段が。ちょうど1年前ぐらいじゃないですか。1月2月ぐらい。はい。そうです、ね。1、2、3月ぐらい。はい。なるほど。いや、嬉しいですね。ぴったりしょう。いいですね。うん。やっぱこのモデルもね。そうですね、まあ、ただ1個前にはなるんですけど、はい、うんうん、もう置いとけばもう私たちも絶対売れるという自信があります、ね、なるほど。僕が買ったのだって70万円とかですからね。あ、69万8千円だったので、その6年前に約70万円ぐらいで買って、はい、使い続けて今120万、プラス50万円ですか。素晴らしいですね。素晴らしいですね、はい、やっぱ長く使ってはいいですよね。いや、まあ売らないですけどね売らないですけど、でも嬉しい。いや、嬉しいですよね、うん、気持ち的に嬉しいですよね。嬉しいですよね、うん、ここからもうちょっと上がってくる可能性もあります。お、あ、本当ですか、はい、さらに上がってますか、はい、ちょっと売ろうかなって。いや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 これはね、だって僕の最初の時計ですから、まあ、そうですね、思い入れがあるので、はい、確かに、はい、ありがとうございます。じゃあですね、続いて最後4本目です、
ですね。4本目はオーバーシーズでございますね。いやこれ一番難しい想像が。そうですね、結構相場のね変動はもう皆様も多分見てくださってる方はね感じていただいてるとは思うんですけれどもね、はい、2年前270万円だったオーバーシーズのブルーですね、はい、これが今いくらで買い取りできるかというところでね、うおー予想お願いいたします。むずいぞこれ。ちょっと強気でいきましょう。強気でいきますよ。はい、 RY さんの予想は、はい、じゃん300万円。おー、はい、切りよくいきました。いいじゃないですか。これね、やっぱりサブマリーナが110万円だったのが、はい、まあ、10% アップで120万円ぐらいだったんですか。ほう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 。ってことはこのオーバーシーズも約 10% 上がったとして、まあ、300万円ぐらいなのかなっていうふうにちょっと呼びました。なるほど。ただね、ロレックスよりも玉数はまあ少ないと思うし、うんうんうん、結構ね振れ幅あった時計なんじゃないかなっていうふうに思いますよ。そうですね、実際ありましたね、この1年間は。激動だ、激動の時だと思うんですよ。確かに。ノーチラスよりロイヤルオークよりも激動の時だった気がするね。そんな感じがしますね。はい、はい、金子さん、はい、査定の結果を。確か2020年のギャランティーですね、うん、そうです、はい、まあ、ギャランティーのやっぱね、さっきも言いましたけど日付もね影響はしますんでね。そう、はいはい、じゃあオーバーシーズの金額お願いします。310万円。おお、いいです、ね、いい線いってますね、はい、300万円でね買わせていただいたら僕たちも嬉しいんですけど、はい、まあ、目いっぱい出させていただいて、はい、310万円までお出しできます。あ、まあね、だいたい中古の僕たちが販売させていただくお値段はね380万円で、はい、まあ、それぐらいのお値段つけるんですけども、はい、まあ、このモデルもいい時はね、まあ、600万円台とか、うん、昨年のお話ですよ、うん、あったんです。なので買い取りももっと全然いいお値段、はい、という時もあったんですけど、はい、まあ、今このぐらいの値段に落ち着いております。なるほどですね、はい、まあでもそれでも上がってますからね。いや全然違うんですよ。はい、これも全然上がって、何度も言いますけど、もう2年間だから買ってもうちょっと経ったじゃないですか。2年、はい、3年ぐらい弱じゃないですか。それで金額がアップしてるということでね、はい、嬉しいですね。使ってねこうやって価値がつくっていうのはね、まあ、売らないけどもやっぱ嬉しい、うん、いいよね、そうですね、やっぱり年間で40万円ほどね買い取り金額がアップしてますからね。確かにそうですね。そう考えるとねすごいです。すごいですよね。すごいですよね。使ってますからね。何度も言うように。そう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 。でもね、ま、本当に RY さんの時計も拝見させていただいたんですけど、うん、全部が綺麗なんです。あ、本当ですか。丁寧に使われていただいてるので、ね、ありがとうございます、まあ、そこはやっぱり評価の値段にします。あ、そうなんですね、はい、なるほど。いや嬉しいです。これトータルしたらいくらなんだろう。トータルすると508万円。508万円、4本ですごいですね。いや高いですね。うごー。でね、これだけじゃないんでね、あの、まあ、44GS とか、うん、ルネラとかもありますし、うんうんうん、そう考えるとね、ちょっと時計にお金使いすぎじゃないかなっていう気がしてきて。やっぱり予想よりもトータルでいくと超える形にはなってますからね。そうですね、うん、自分がね出したお金よりもね全然あの多いと思いますよ、うん、そうですよね、上がってるんじゃないですかね。うんですね、まあ現金で持っとくよりやっぱり良かったのかなっていうような気はしましたね、まあ、そこは本当僕も思います。うね、まあでもこれもねやっぱり早めに買われて、で長くねこのさっきも言ったように、うんうん、使って楽しんでいただいて、うん、結果的に上がってたっていうところが時計の魅力の一つなのかなと思います、ね、本当にそう。毎日豊かに暮らせますからね、気持ち的にこの、うん、今日この時綺麗だなとか、はい、毎日が豊かになってなおかつこの値が使っては、うん、素晴らしい、本当にいいですね、うん。今回もの査定しましたけど、はい、なんか金子さん質問ありますか。RY さんが時計を手放すっていうイメージが僕、うん、まあ、前のねお話聞いてもなかったので、うん、はいはい、今回ね査定させていただいて、うん、結構魅力的なね、うん、プライス出させていただいたと思うんですけど、はい、でも持ってる、うん、どうしたってじゃないですか、うんうん、それ何か理由があるんですか。いやー理由なんだろうな、やっぱり何か売りたくないっていうのがあるんですよね。これね言語化すごい難しいな、はい、1本だけねあの前ナビタイマーブルーを使ってたんですけども、はいはい、そのブルーを買った後にオーバーシーズのブルー買ってしまって、はいはい、このブルー比較した時にオーバーシーズのブルーの方が綺麗だったから、あちょっとブルーちょっとってなって、うん、そのブルーを手放して、はい、同じモデル同じ型番の黒を買い戻すっていうのをしたんですよね。それがこれだと。そうこの黒の
のみたいなんですけど、はいはい、まあ、そういうぐらいで、あとはね、売ったことはないんですよね。で、僕、コレクションはマックス10本まで決めてるので、いわゆる高級時計ですよ。はい、なんで、10本いったらどれか売らざるを得ないわけなんですけども、なるほどなるほど、今のところはまだね、あんまり売るっていうのは考えてなくて、やっぱりね、使うんですよね。全く使わない時計っていうのはほとんどなくて、まあ、そういうものがあったとしたら、まあ、ちょっと売ろうかなっていうのを考えてたりもします。まあ、多分確かにバリエーションが豊富ですよね。そうですね。そう、被らないようにコレクションしてるっていうのもあるかもしれないですね。10本来たら売ろうかなみたいな。まあそうですね。そうですね。はい。じゃあ10本来たらね、コミットで待ってます。お願いします。10本来た時には。10本来たらじゃあ、はい、売るシリーズやりましょうか。売るシリーズ。その時は頑張ってくれると思います。ああ、本当ですか。もちろんでございます。ちょっとその時は相談させてください。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、まあ、今回は、まあ、RI さんをお呼びしてね、うん、スペシャルコラボ企画ということで、はい、RI さんの時計今いくらなのかということでね、全部で508万円でございました。はい、ありがとうございます。はい、素晴らしい。はい、動画見ていただいた方もね、僕の時計いくらになるんだろうって気になる方いらっしゃいましたらね、お問い合わせいただければね、査定の方無料でさせていただきますのでね、はい、どしどしお待ちしております。お待ちしてます。はい、まあ、今回は RI さんとのコラボ企画、まあ、本当に楽しい企画でございました。またね、タイミングでね、動画どんどんやらせていただきたいですし、今回ねちょっと一緒に RI さんの方の動画にもね、私出させていただきまして、またちょっと時間差かもしれないですけどね、はい、配信されますので、そちらもね合わせて見ていただければと思います。ということでね、本日も皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。